全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしよるかの。わしの名前はアーキドじゃ。ということで今回はこちらチリーンを使ってポケモンバトルやっていこうというふうに思うぞ。努力値が HB ブッパ、特性が浮遊です。地面から浮くことによって地面タイプの技を受けないということで、まあ、ロトムとかね、ラティオスがこの特性なのでもう有名なので説明する必要すらない特性となっております。技構成が巻きつくコスモパワー、滅びの歌、自己再生ということで、まあこれを見てね、一瞬で思いついた方もいると思うんですが、巻きつくで相手を逃げられなくして、滅びの歌で3ターン後に瀕死にすると。でこちらは残り0になるターンですね。そこでポケモンを交換さえしてしまえば相手は一方的に瀕死になるということでございます。巻きつくっていうのはこのポケモンがいなくなった次のターンねでしか交換できないし、このポケモンを倒さない限り巻きつくの効果は4から5ターン続くので、0ターンで交換さえしてしまえば相手は交換できないということじゃな。でそれをサポートするためにコスモパワーで耐久力を上げると、防御と特防が1段階上昇じゃな。で自己再生で HP を回復させます。基本的にはまあボルトチェンジとかトンボ返りとか大爆発とかね、自分からいなくなる技とか、そういう系の技を持ってない相手に対して巻きつくをぶち当てて滅びの歌を打って、あとはコスモパワーと自己再生で耐久して最後交換する、シンプルな立ち回りじゃな。持ち物は食べ残しです。やっぱりね、どうしてもチリンっていうのは耐久面でね不安があるので、まあ食べ残しで少しでも HP を回復して滅びの歌ゼロターンまで粘り散らかすということじゃな。一応まあ巻きつく滅びの歌はね、決まったら気持ちいいんじゃが、まあ何度も言ってるけどチリン耐久がちょっと怪しいし、ボルトチェンジとかトンボ返りもね採用されてる環境だとは思うので、うまく機能するか正直わからないんじゃが、できる限りね、このチリーンの良さを見せていけるように頑張っていこうというふうに思うぞ。それじゃあ早速ポケモンバトルやっていこう。ピッピカチューマッチングいたしました。相手がトゲキッス、ゲンガ、エアームド、バシャーモ、ハピナス、ハッサムということでよろしく頼むぞ。いきなりえぐいパーティーだね。先発ね、ロトム読みゲンガーとか来そうなんだよな。ドラピオンでいきます。先発ね、ドラピオンバチコリと出していき、裏がチリンチリンで、ラスト1体はなんやかんやほとんどのポケモンぶち抜けそうなバシャーモでいいんじゃね。バシャーモいたらちょっと安心でしょう。はい、お願いいたします。さあ、お相手先発、うーわ、チョゲキッスから来た。トゲキッスとかいう、もうチンパンエアスラマシーンが来てしまう。これはね、相手の型を見るためにも一度守るから入っていいかなと思います。これで相手エアスラチンパン打ちしてくるようだったら間違いなく、こだわりスカーフということですね。まあできれば挑発じゃなくて毒毒入れたいけどな、ここ畑落としじゃなくて。いやでも耐久得もないとはいえ数発は耐えるはず。いや強すぎる。ひるまないで毒毒当てるのマジで天才だな、このドラピオンとかいうポケモン最強すぎー。さあ相手を毒状態にして、まあここは守るでいいのかなと思います。さあドラピオンは当然守り散らかしていけ。相手はエアスラッシュチンパンレンダーで、相手はちょっと待って、食べ残し？マジか、食べ残しだったのかい。まあ毒ダメージはね、ターンが増えれば増えるほどめちゃくちゃ効いてくるから相手に。ここはまあじゃあ畑落とすで食べ残し落としに行くか。さあチンパンエアスラレンダー、さあひるんで技が出せない。次のターンはもちろんわしは守ります。まあ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 十分でしょう。まあ相手がエアスラチンパンしてる間はちょっとバシャーモも出しづらいので、僕は守るで OK。マジだ。相手ほんとチンパンジーみてえだな。
よし、 HP をがっちり回復して毒ダメージを与えて、まあ言うてドラピオンは霧でいいっすかね。だったらここ魂の2連守るするのが一番勝ち筋的には硬いな。しかし決まらない。さあエアスラッシュ外さないで全打出てくる。ドラピオンはここで役割終わりと。でスカーフじゃないのが分かってるんで、ここは、バシャーモで OK かな。頑張れバシャーモ。よし、とりあえず見切りを放ってこれで安心できるな。うん、で研ぎキッスはもうこれで毒ダメージでもう相手自利品になっちゃうからね。ただな、次出してくるとしたらおそらくゲンガーなんだよな。ここトンボ返り打ちます。うん、ゲンガーいないとかないですか。さすがにゲンガーいないとかないよね。チリンを繰り出していけ。さすがにゲンガーだと思うけどな相手。あ、ハピナスなんだ。え、ハピナスか。あ、じゃあこれワンチャンあるんじゃない。巻きつきます。そうすることによってこのハピナスは逃げられなくなる。さあもう逃げられないね。10万ボルト相手、これも多分天の恵み型じゃねえのかな。オッケーオッケー。で逃げられないのでわしはもうここはただひたすら滅びの歌をぶちかましてやろうかなと思います。さあ滅びの歌を上から打ち込んでいく。火炎放射、いや麻痺より火傷の方が安いんだよな。オッケー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 。これで麻痺ることがなくなった。つまりもう安心ですね。逆に安心まであるわ。ラストのポケモンバシャーモか。ハッサムだと思うんだけどな。自己再生打ちます。さあこれで絶対安心と。火炎放射連打。いやお前はもう死ぬしかないんだよ。お前はもう死ぬしかないんだ。滅びのカウントが2になったぞ。ここコスモパワー打とうかな。あんまり意味ないけどコスモパワー打ちます。どのみち引っ込めること想定したらコスモパワーなんていらないんだが、よっしゃーマッチングいたしました。相手がカメックス、ベトベトン、カビゴン、ミロカロス、ゴーカザル、そしてグライオンということでよろしく頼むぞ。これチリーンでいきます。先発先発チリーンプラスマンムープラス、まあロトムでいけるかなって感じだね。うん、お願いいたします。さあお相手先発カビゴンを繰り出してくる。なるほど、わしはチリンチリンを繰り出していき、当然ね最初は巻きつくからでいいのかなと思います。腹太鼓やめてほしいな、いきなりいきなり腹太鼓打たれたらわし発狂しちゃうかもしれない。あ、ヘビーボンバー、いや耐久あるし結構耐えるよね。オッケー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 。でこれでカビゴン逃げらんなくなったんで、あとはもう滅びのソング打ち放てばカビゴンを無償で突破できる可能性があるということでございますね。じゃあ滅ぼうか、わしと一緒に滅びの歌。さあどうする、相手はあくびを打ってくる。あくびを打ってくるね。ここさ多分わしの予想なんだけど、相手必死こいて殴ってくると思うんで、まあ食べ残しの回復も込みってことを考えたらコスモパワーでいいのではないかな。さあコスモパワーを積んでいく。このエフェクトはもう無限大なんで死ぬほど見たから嫌いなんだよな。さあ相手はから元気、全然効いてないよーんつって、これ寝ちゃうんだけど
全然この食べ残しの回復でも間に合いそうだから。あとあれだな、なんか巻きつくがその0ターンの前1ターンのとこで外れちゃうと多分無理なんだよな。4ターンから5ターンなんだよな、巻きつくっていけんのかな。これすごい不安です。まあこのターンは絶対寝てるから、もう適当に技を押して、さあ相手は絶望しているぞ今頃。さあグーグー眠っているヘビーボンバー、痛すぎ、急所でしょこれ、ふざけんなよ。まあいいけど、うん、お願い、ここでまとわりつくじゃなくて、なんか絡まるみたいな、これなくなると一気に崩壊するからお願いします。よし、オッケー。じゃあロトムに引きましょう。ここはさあチリン戻れ、行けロトム。さあこれで相手は完全に滅びの歌で死ぬしかなくなる。ヘビーボンバー安すぎ全然効いてないね。さようならカビゴン、君はこれで死ぬ気持ちいい、なんで気持ちがいいんじゃ。さあカメックスを繰り出してくる。一応ボルトチェンジでいいと思うんだけど、10万ボルトにします。ここはい、ありがとうございましたマッチングいたしました。相手がエーフィー、マンム、グライオン、カットロトム、カメックス、そしてハッサムということで、よろしく頼むぞ。どうしよっかな、チリーンで行くのも面白いんだよな。ただカットロトム、ハッサムが先発出てくるとちょっと嫌な感じなんだが、マンム読みハッサム出しは全然ありえるからな。相手対面操作できるバシャーモから行くのが正解か。バシャーモチリーンで行ってラスト1体ロトムで行きますか。はい、これでお願いいたします。さあお相手先発カメックスを繰り出してくる。バシャーモバチコリと投げていき、これはわしが先制取れるので、トンボ返りから入ってもうロトムに引いちゃえば問題ないのかなと思います。しかし相手地面タイプが2体いるので、ボルトチェンジとか10万ボルトは余裕で透かされてしまう可能性が高いと。なんか急所強っ急所強っ、強いね。でロトムを出します。で殻を破ってきたとしても、まあここは10万ボルトとかボルトチェンジ打ってって感じでいいと思いますね。あ、ハイドロポンプ普通に打ってくる。であれば相手これ殻を破る型ではないのかな。じゃあボルトチェンジ打ちますが、おそらく地面タイプが出てくるかなと思います。さあカメックスを引っ込めてマムを繰り出してくる。さあボルトチェンジ、マンムーには効果がないようだ。まあどの道氷技っていうか相手も打点ないだろうから、まあ氷技打ってくるしかないと思うんだけど、ここはチリーンに引きます。おっと、マンムー引っ込めてきた。お相手ロトム、なるほど、マンムーをクッションにして降臨させるという作戦ですね。なるほど、強いな相手は、相手は強いな。これ相手の方が先制で動くよねこれね。巻きつく打ちますわ、トリックだ。さあこれで役割がなくなってしまった。でここボルチェンだろ、どうせどうせボルチェンなんだろ。ここは下手に交換するよりチリーンを巻きつく連打マシーンにした方がいいかなと思います。ボルトチェンジ、まあ裏のポケモンが全部分かったんで、カメックスとかワンチャンインファイトで死なねえかこいつ。インファイトで死ぬだろこれ絶対。まあロトムに引きます。ここは頑張れロトム、殻を破る。いやー、なんやかんや言って殻を破るは覚えてるんだねって感じだね。さあパワフルハーブじゃなくて白いハーブを使ってしまって、相手は引くに引けないかな。ボルトチェンジ打ちます。
波動弾あったら怪しいけど、それ以外はまあまあまあって感じかな。相手はマンムービキハイドロポンプが来るかもって警戒しないといけないんだ。よっしゃ、オッケー、これはアーチーボルトチェンジ打ち込んでいく。これはさすがに勝ったかな。うん、バシャーも出します。いや、これはさすがに勝ったと思うけどね。まずフレアドライブ打ってこのロトムをしばき上げれば問題ないと。フレアドライブ打ちます。さあ、ロトムを引っ込めてカメックスを出すしかないかな。さあ、フレアドライブどのくらい火力出るか。まあ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 十二分でしょう。で、加速を打ち込んで行き、トンボ返りで、いや、もうここまでやったらもう恐るに足らずといったところですね。チリンから出していきます。行け、チリンチリン。さあ、お相手マンムーを繰り出してくる。まあまあきつくていいのかなと思います。さあ、ツララバリ。あれ、相手ここさ、ツララバリで落とせなかったらタスキ削られてインファイトとフレアドライブで負けじゃねえ。いや、もうこれさすがに相手負けたと思うけどな。あとはもう巻きつく連打しとけばいいでしょう。ツララバリ連打2発ぐらいで終わってくんねえかな。終われ、よっしゃ、オッケー。巻きつく一旦稼いでいく。巻きつくのターンを稼いでいくんじゃの。こりゃいいね。まあ巻きつくしか打てないんで、これはさすがにやられる。まあさすがに勝ったと思うけどな。バシャーも出します。うん、でインファイトだね。ここはインファイトぶち込んでやるぞ。いや、チリン役割破壊されたけど巻きつくでいい感じに仕事してくれたわ。さすがにそれは効かない。インファイトでマンムーをぶっ飛ばしてラストがロトム。しかしながらロトムは食べ残しを持っているのが確定しているので、この場所はもう抜くことはできない。つまりあとはフレアドライブでわしの勝ちと。いいバトルじゃったな。滅びの歌を打つだけがチリンじゃねえんだぞと体現したようなバトルでした。フレアドライブ、はい、ピッピカーチー。対戦ありがとうございました。最後の最後までバシャーモは命を燃やし尽くしました。いかがだったでしょうか。刺さるときは刺さるし、刺さんないときは全く刺さらないといった感じやな。どんなパーティーに対しても繰り出していけるようなポケモンではないと。ボルトチェンジとか、トンボ返りを持ってるポケモンが少なそうだなとか、悪タイプ、虫タイプが少ないな、ゴーストタイプいないな、そういう時にまあ選出したら刺さりやすいのかなといった印象です。それ以外はやっぱりね、いくら巻きつく野郎がまあね、トンボ返り打たれて大ダメージ食らった挙句相手に逃げられるとか、 あと挑発食らってもこのポケモン何もできなくなるんで、まあそこら辺はね、対戦相手のポケモンを見て自分の選出と相談しないといけないのかなと思いました。しかしながら巻きつく滅びの歌が決まった時は対戦相手は絶望して発狂して降参するしかなくなるので、そういう気持ちよさを味わいたい方はよかったら育成してみてはいかがでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。